皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、4月の6日、土曜日20時9分、昨日、公金金で流れてたニュースなんですけども、まあ、リニアモーターカーを通す通さないで、静岡県の川勝知事が、今年の6月に辞任されると、まあ、そういう話になってるんですが、まあ、その、お名前からすると、川が勝と書いて川勝知事という方ですので、河川水門外式玉発電とか、そういったところの内容で、まあそういうふうな、話にリニアモーターカーの件でなったのかとか、そういったところで、まあいろいろと、まあ本当の話が知りたいところなんですが、まずちょっと皆さんに見ていただきたいんですが、これが、もうちょっと明るいところの方がいいかな。ちょっと、こちらにしますね。静岡県のそのリニアモーターカー通す位置はだいたいこれぐらいなんですよ。で、河川については、静岡の、この河川ですね。この辺りにダムがあって、まあその上流が河川で、まあそこをせき止めてダム化してるんですけど、この辺りなんですよね。そのリニアを通すのが。となると、だいぶ上流の方であると。そこまで大きな問題だとは思えない。それよりもむしろ、その、農業関係の方で本当に、そのリニアを通すとき、こちらの愛知県の、天竜川。そうですね、天竜川で、名称があってます。こちらですね。静岡県のリニアをこの辺りに通すんであれば、ここをこう通すわけですか。まあ、もし橋脚をつけるような形であれば、問題ないかと思うんですけども、これね、まあ、だいぶ北の方まで来ているので、標高それなりにあるんだとしたら、河川の下を通過するような形、リニアがこう、引かれるんじゃないかなとも思ったりもするんですけども、まあ、名古屋がこの位置なんですね。で、まあ、東京がこの位置であると。だから、まあ、こういうふうな形で、まあ、そうですね、リニアを通そうとしていた、テレビのニュースでは、このあたり、静岡県ってこういうふうになってるんですけども、その、このあたりですね、この、ちょっとこう、北の方に出てるあたりを通す。で、まあ、その、この天竜川の場合、上流はもう、このあたりぐらいまで来てるんですよね。だから、まあ、ここの、天竜川はどうなるのかっていうところも結構重要なんじゃないかなと思います。その河川の下をくぐるのかどうか、河川の上を通すのかどうかというところですね。まあ、あとは、まあ、川勝さんの方で、その、昔、例えば僕に会ったりとかして、河川水門開閉式ダム地下水流ストレートトンネル、まあ、回転扉式発電、うん、そういったものを、ご存知だったのかどうか、それとも、まあ、例えばここ5、6年前だとか、そういった頃に、まあ、まあ、河川水門開閉式ダム発電のことをで、そういうふうな話になったのか、それとも普通にテレビで放送されてる、その、農業関係の、その、農業用水の、県の話だけの範囲なのか、まあそのあたりのところが、まあ気になるところです。まあ、川勝さんももしその知事辞められて、その後もし時間に余裕があれば、まあ差し支えなければ僕とお会いして、その河川水門開閉式ダム地下水流ストレートトンネル回転扉式発電などが行えないかどうか、まあそういうところとかも相談相手になっていただけたらなと思います。以上です。まあこの件に関してはもう各国会議員の方たちもそうですし、各都道府県知事市長の方たちも同じですね。まあ誰かが私と何か会話をして、物事を始めなかったら物事は何も進まないままですので、あと、まあ、熊田発電のところについてもそうですね。さすがにそれは、国、行政の方、まあ、どこの省庁、まあ、各、私の案では各学校に、まあ、配備するものですから、まあ、熊田発電のところは基本的に山間部、まあ、都市部のところのそんなに周りから木とか集まらないところに関しては、まあ、薪ストーブのような形ですね。小中学校、
まあ高校も含めてですけど、だからまあ、鎌田発電というものをしっかりと行える形で、まあ、行政の方にも、まあ、再三私の方から申し上げてるんですが、まあ、誰かご連絡いただけたらなと思います。以上です。あとは、皆様にお伝えすることがあるとすれば、チャンネル登録とか着信通知の設定だとか、まあ、着信通知の設定がもしわからないときは身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、あとはまあ僕の動画を見るのを、身の回りの方に、進めていただいたり、そのように対処いただけたらなと思います。エネルギーの残存量問題を、早急に早く解決しなければなりませんので、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。